鎌倉の戦いは、鎌倉時代後期の現行3年5月18日から5月22日に、相模国鎌倉において、北条高時率いる鎌倉幕府勢と、新田義貞率いる半幕府勢との間で行われた合戦。なお、この現行の乱の鎌倉における戦いの名称は、いわゆる歴史用語としては一定ではない。 後世の資料上には、現行3年の動乱のように見える場合もある。通称では、日田義貞の鎌倉攻め、鎌倉攻め、鎌倉防衛戦などと呼ばれている。本校では5月18日より、北条高時時外の5月22日までの鎌倉における戦いを、鎌倉の戦いという弁宜上の名称で記述する。現行三年5月8日、日田義貞は、 上野国育士南明神で、鎌倉幕府打倒の兵を挙げた。鎌倉幕府は迎撃の兵を向けたものの、小手、指原の戦い、久米川の戦い、そして部外河原の戦いで、新田勢に敗北した。鎌倉幕府は主勢に転じ、鎌倉の守備を固めた。部外河原の戦いの後、援軍も加えて20万の大軍に膨れ上がった、新田勢は、一気に、 鎌倉へ押し寄せた。5月18日、新田勢は軍勢を3つに分け、小袋坂、極楽寺坂、そして化粧坂の3方から攻撃を開始した。左翼、小袋坂方面には、堀口定光、大島森行らを差し向け、右翼、極楽寺坂方面には、大立宗氏、枝幸吉らを差し向け、そして、中央、化粧坂方面には、 新田義貞と弟脇屋義助が主力を率いて攻撃した。新田勢は兵力が優勢であったものの、丘陵に囲まれた鎌倉の守りは固く、混戦が続いた。太平記によると、新田軍は義貞が率いる軍が50万7千余機、堀口貞光が率いる軍勢が10万余機、総勢60万7千余機の大軍勢であったと、するが、これは、 明らかな誇張である。須崎古戦場彦袋坂は、北条一門で執権の赤橋森時率いる幕府勢が守りを固めた。赤橋森時は妹高子が足利高氏の妻であったことから、北条高時に疑われるのを恥じて、死を覚悟してこの戦いに臨んだと、太平記は伝える。新田方の武将は、堀口定光、大島森行で月日朝、 森時は小袋坂から出撃、太平記によれば1日に65回もの突撃を繰り返し、新田勢と激戦を繰り広げ、化粧坂攻撃の吉貞軍の背後の須崎まで迫った。しかし、激戦のため、森時の軍勢は須崎に到達した時点で兵力の大多数を失っており、森時や侍大将南城高直ら94名が須崎で自陣した。 新田勢は攻撃を続け山の内まで攻め込むが、幕府勢の守りは固く、小袋坂の突破はできなかった。極楽寺坂では、幕府方のおさらぎさだなおが陣を張り守備していた。しかし、幕府軍の守りは固く、坂の突破は難航したため、18日の未明に、大立宗氏率いる新田勢の一部が稲村ヶ崎の波打ち材を通って、鎌倉へ突入した。 しかし、長崎市ら幕府勢の包囲攻撃に遭い、稲瀬川付近で、大立宗氏ら十一人が戦死、生き残った兵は退却し、総司子,子息の使命が指揮を取り、南方の霊山に立てこもったとされている。太平記では、総司の戦死は、おさらぎさだなおの近所の本間山城左衛門のの突撃のためとされている。他の複数資料が、総司の稲村が先突破を書いており、また、 稲村が先の十一人塚に伝わる創始戦士に関する伝承などからも、太平記の記述には検討の余地があるとする説がある。日田義貞、脇屋義助の主力が率いる化粧坂の攻防戦は、幕府の金沢貞行の守りが固く、義貞軍はこの方面で難重した。20日の攻撃時も、化粧坂は破られることがなかったため、義貞はこの方面での戦いを、 脇きや義しに任せ、自身は、翌21日に侍大将、大竹胸氏が戦死した、極楽寺へと転戦した。稲村が崎の案内石碑。大正6年混流、大竹胸氏戦死の法を受けた、新田義貞は、援軍を率いて、極楽寺坂に向かった。5月21日夜、義貞は引き潮に上時鎌倉政法の稲村が崎を突破し、 鎌倉市内に攻め入った。古典、太平記には、吉貞が潮が引くのを念じて、海に剣を投じると、その後潮が引いたので、岬の南から鎌倉に攻め入った、と記されている。この、吉貞の都市を突破説は、資料としては、太平記のみが記述しており、梅松論他の複数資料には、極楽寺坂での突破と見えるものもある。 高校遺跡の発掘により土壌突破説は未だ、検討の余地があるが、太平記の記述に基づけば、吉貞は防御の固い極楽寺坂での突破を諦め、18日の大館宗内と同じ区間長を利用して、稲村ヶ崎を突破したということになる。この稲村ヶ崎での突破が起点となり、味方の口は破られ、新田勢は鎌倉に乱入した。鎌倉市内では、 激戦が続き、稲瀬川より、由比ヶ浜の家々に、新田勢が火を放ったため、鎌倉市内は火災の煙で覆われた。この時、おさらぎさだなを、金沢さだゆきなど幕府方有力武将が、相次いで討ち死にしている。現在の宝開寺にある、北条執権邸にも火が迫ったため、北条高時ら北条一門は最後であることを悟り、 母大寺である火災が谷の東照寺に集まった。5月22日、北条高時ら北条一門は自害し、滅亡した。九本寺本堂1953年、由比ヶ浜にある鎌倉簡易裁判所用地で大量の人骨が発見され、1955年まで調査が行われ、900体以上の人骨が発見された。これらの人骨は、ほとんどが、 青年、壮年の男性のもので、年齢や性別に関係なく戦いのものと思われる、闘争、死相、打撲草が散見された。また一部の骨には動物にかじられた痕跡もあり、また凶文らしき漢字が牧書された頭骨もあった。これらによって、新田義貞による、相当作戦の後に、死体が放置され、それを野犬化した刀剣により肉を食い荒らされた。また、 それを僧侶が埋葬したという事実が浮かび上がる。また、最近では、ゆいが浜地下駐車場を建設する際の調査で、3000から4000体の人骨が発見された。ゆいが浜は庶民の遺体放置の場ではあったが、この中には、鎌倉での戦いにおける戦死者の骨もあるものと見られる。鎌倉資材木座にある浄土宗区本寺は、鎌倉攻めによる、 敵味方双方の戦死者を弔うための新田義貞が鎌倉四股町にある北条執権邸跡にある天台双方会寺は五醍醐天皇が足利尊氏に命じて建てた寺である。鎌倉地方特有の墳母倉にはこの時の戦いの戦死者や北条高時の首塚を伝える者が多い。新田義貞は挙兵からわずか十五日で鎌倉幕府を滅亡に導いた。 六原丹内に続き、鎌倉幕府の本拠である鎌倉が陥落したことにより、現行の乱は、五代五天皇方の勝利として、収束に向かう。名目上の幕府の長であった、将軍森国親王も、鎌倉の陥落とともに、将軍職を辞して出家して、鎌倉時代は終結し、剣務の申請の始まりを迎える。戦いの後も新田勢による残党狩りが続くが、 北条時行きら一部の北条一族は、鎌倉を脱出し、後に中仙台の乱を引き起こすこととなる。ありがとうございます。